憲法を変えるべきか、それとも守るべきか。今回の参院選で憲法改正が争点の一つに上がりました。高校生専門のニュースサイト青春基地は先週、各党のマニフェストについて勉強会を開きました。国防軍にするとか、そういう軍にするっていう論議があるんですけど、はい、もう軍にしたから何が変わるんだっていうよりも、その自衛隊そもそもどう思われるのかってことを考えて、把握した方がいいのかなと思います。参加した高校生は、憲法を変えていって全然問題ないと思います。やはり戦争には行きたくないなっていうのは率直な感想ではあります。この参院選の直前、憲法改正を進める考えを示した安倍総理大臣。憲法はこの選挙後、改正への道をたどるのでしょうか。はい、さあ近藤さん、はい、今数字を見ると自民113、はい、そしてその他各政党数字入り始めてますけど、最新情報をお願いします。はい、お伝えします。自民公明両党は改選議席の過半数61議席以上を獲得することが確実な見通しです。またいわゆる改憲勢力が参議院の3分の2以上の議席をうかがう勢いとなっています。さあ、まあ一言で改憲勢力といってもですね、はい、具体的にどのような中身を改憲するのかということが大事ですよね。はい、自民公明両党は、安倍総理大臣が勝敗ラインとした改選議席の過半数61議席以上を獲得することが確実な見通しとなっています。自民党は1人区のうち20選挙区、程度で優位に立っています。また計13の改選複数区すべてで最低1議席は獲得し、比例代表で17議席以上の勢いです。一方、民進党は改選議席の43を下回ることが確実な情勢です。さあ林太郎さん、はい、憲法改正については東京 MX モーニングクロスでもずっと集中的に取り上げてきました。でいわゆる改憲勢力と言われる方々の、まあ、躍進がどうも見えてくるわけですけども。そうですね、内容はもちろんそうなんですが、私個人的に面白いなと思っているのは、今回自公で3分の2いくのか、大阪維新が入らないといかないのかというところは皆さん多分注目していただけると面白いかなと思うんですね。で大阪維新憲法改正草案、対案として出してますけれども、自民党とは全然違う内容なので、議論がそこで、少し深まるかなというのもあって、3分の2いくかいかないかもちろんそうなんですが、そこに大阪維新が入るかどうかというのは少し議論になるかなと思っております。改憲草案中身が少し違いますからね。そうですね、久保さんいかがですか。いや、憲法の話っていうとやっぱりその草案の中身までっていうのは若者にはやっぱり分かりにくくって、それ今改憲4党とそうじゃないかっていうところは対立軸明確ですけど、じゃあどういうふうに変わるのかっていうのはこれからまだ見ていかなきゃいけないかなっていうふうに思います。佐々木さんいかがですか。あれですよね、自民党もですね、実際は中身を語ってないんですよね、この選挙の間はですね、特に皆さん憲法改正というのはこう長年イメージとしてあるのが憲法9条をどうするかという部分がきちっと語られてないし、今おっしゃったですね、大阪もそういうことについてはあまり触れてないんですよね。はい、谷垣さんと、中継がつながりました。はい、谷垣さん、MX の堀です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。次々と票が空いていますけども、現在の手応え実感としてはまずいかがでしょうか。はい、票のでか、あと議席の今の開票の状況はですね、私ども目標としておりました自公で改選の過半数を取る、というのはほぼ視野に入ってきたかなと思います。ただ一人区等々で非常に熾烈な争いをしているところがありますので、そこらがどういうふうにまとまるかによって大きく変わってくると思いますので、注目しているところです。東京 MX の選挙クロスでは今回憲法改正と政治と金の問題にスポットを当てています。はい、でまずは憲法改正については、自民党改憲草案は谷垣さんが総裁の時に発表されたものですよね。はい、でこのあといわゆる改憲勢力といわれるものが3分の2を取った後、具体的にどの部分から発議を行って検討していくのか、そのあたりの見通しというのは谷垣さんご自身いかがなんでしょうか。これはですね、日本は憲法を作ってから改正をしたことが一度もないんですね。
明治以来唯一の例外は明治憲法 の、 あの改正規定で日本国憲法を作ったという以外には一回もやったことがありません。ですからいわば初心者なんですね。ですからこれはやはり野党第一党とよく話を詰めていくということが大事だと思います。谷垣さん、ご自身が改憲草案を発表されたときに、当時記者からも谷垣さんにしては随分こう保守に寄った内容ですねという質問が飛んで、自民党の先生方でこれは揉んだ話ですからとお話しされてました。で、最近でもこの憲法改正草案は、一部で基本的人権や国民主権の後退だと言われるような批判もあることから、これはあくまでも叩き台なんだという話も谷垣さんされてました。はい、谷垣さんご自身は自民党改憲草案についてはどのような評価をされているんですか？これは一種の叩き台ですからね、もっと自由に話していいと思います。それから特にですね、一番大事なことは70年経ちますと憲法の条文を読んだらなかなか実際の運用と違っているところがかなり出てきてますから、やはり読んで字のごとしというようなことができるように努力をしていくということが立憲主義という観点から見ても一番大事なことではないかと私は思っています。国民が作る憲法ですから議論することはとても大事だと思います。ただ一方ですね、この 2,3 日の間に少し気になる動きがありました。学校などに関してですね、自民党の方から学校教育における政治的中立性についての実態調査というのを行うということで、ホームページで、もし学校現場で思想的に偏っているような教育があるようだったら教えてくれといったそういう窓口を設けられましたよね。これについていろいろな意見がその後ありました。谷垣さんはこれ一体何に使うものなのか、ぜひちょっと教えていただきたいんですが。これはちょっと実態がどうなのか今調査をしているところで、私はあまり明確に今自分申し上げることはできないんですが、これが18歳始まりますときにね、学校教育との関係をどうするかだいぶ議論がありましたので、やはりそこでバランスの取れたことをやっていかなきゃいけないということはありますね。谷垣さん、そのバランスというのが非常に難しいのかなと思うんです。例えば学校の先生が、それは確かに難しいです。ただこれは、広く考えればいいんですよ、バランスはね、あんまりバランスが外れるようなことはしちゃいかんと思いますね。谷垣さん、もう一つ質問していいですか？はい、例えばこれバランスから考えて教育現場にはふさわしくないといった場合、例えば教育委員会が何か現場に一言言うのは分かるんですが、特定の政党として、少しこれバランスが欠いているなという情報を得た場合、具体的にどう対応されるんでしょうか？これはね、教育そのものとは別にしっかり何て言うんでしょうか、政党は政党ですからね、高校生といいますか18歳の方々たちと向き合っていかなきゃなりませんから、そういう中でしっかりいろんな議論をしていくということじゃないでしょうか。自民党から直接教育現場に何かを言うってことはあるない？それは直接言うことはあんまりないと思いますが、ただあまり極端なことがあればいろんな議論はしますけど、直接言うことはあんまりないんじゃないかな。谷垣さん、ありがとうございました。ということで、ちょっと最近話題になったんですね、学校現場で学校の先生方が例えば安保法制反対だというようなことを言ったものをもとに議論するなどはアンバランスなんじゃないかと。これ佐々木さん、どう思われますか？その自民党は直接言うことはないでしょうけれどもですね、ただ与党ですのでね、文部科学省を通じて言わせるという可能性はありますよね。そういう意味では自民党の意向がですね、教育現場に入っていく可能性は否定できないですよね。確かに僕自身、その思想教育みたいなのに子どもたちが巻き込まれていくのは僕もよろしくないとは思ってるんですが、それを特定の政党がどのように関わっていくのかっていうのは非常に注視してるんですね。法律的にはどうなんでしょうね、凛太郎さん。学校教育法なんかはまさに政治不介入っていうのが規定されてますので、そこは厳密に守らなきゃいけないのと、同時に教育現場であんまり政治的に勝手ってことをやってはいけないんですが、今もうすでにですね、文科省は非常にそういう思想的な締め付けっていうのも強くなっているというふうに聞きますので、我々も注視していかないといけないだろうなと、法律家の出番だろうなと思っております。久保さん、一点、憲法について僕ら勉強してきた記憶が実を言うとあまりないんですよ。条文とかはやりました、でもその中身についてはあまりディベートした記憶がないんですよ。そうですね、皆さんもそうですか？そうですね、私たちの世代も特にその何か社会問題について広く議論するっていう機会はやっぱり今までなかったかなっていうふうに思いますね。でもまさに今回の問題を揺れてるのはそういった政治的な問題、学校現場で誰が教えるのって話じゃないですか。そのあたりはいかがですか？そうですね、その誰が教えるのっていうところを
って何か教わってその思想に染まっちゃうとかっていうのはまずいと思うんですけど、やっぱり議論してそれは自分の中でどう思うかっていうことをそれぞれが感じるっていうことがやっぱり必要だと思うので、私は政治教育って難しいと思いますけど、やっぱり必要だと思います。そうですね、はい、ツイッターでもね、いろいろルーアさん、いわゆる密告フォームについて、先ほどのですよ子供を戦場に送るなっていう表現に食いつくあたり、戦争法や徴兵制度という誰が言ったか知らない概念に縛られている証拠だなと、まあ、確かにそういう批判もありました。あれは戦争法とは言うけども戦争がすぐ起きるわけじゃないじゃないかと。一方でイスルギさん、日教祖は百害あって一理なしですと龍神健二さん、谷垣さんの言うように偏りすぎたものに口出すのは良いと思うねと。ああ、なるほど。意外に大丈夫っぽいですね、皆さんの反応聞いてるとどうなのかな、ちょっと出口調査の改憲勢力についての反応見てみましょうか。はい、こちら安倍政権下での憲法改正についての回答ですね、年代別にまとめました。だから改憲をするかしないかではなくて、安倍政権下で、憲法改正するかどうかと。特に18歳19歳の方々に聞いてみますと、54.9%、 若干安倍政権下での改憲はちょっと嫌だなという声が聞こえてきますね、まあ、それでもまあ45対54、それぞれの世代でも4対5、そして上の世代に行くと圧倒的に反対がだんだん大きくなってくるのかなと思いますね。佐々木さん、この結果どうご覧ですか。ね、まあ、ですから年代が下がれば下がるほど、若くなればなるほどですね、憲法改正にあまり抵抗感がなくなってきているというですね、まあ、それは別にその前向きにいろんなものを変えなければいけないという意味ではですね、改正そのものが何かですね、改正してはいけないという話ではないんですが、問題はやっぱり中身をきちっと議論した上で改正すべきであるかどうかということに賛成しているかどうかなんですよね。いや、先ほどの、ね、谷垣さんの、はい、まあ、答えを改めて思い出してみると、最終的に、まあ、直接は言わないですけども、まあ、あまりに偏っているようであれば…だったんですけど、どうしていくんでしょうね。でも確かに、でもそれは学校教育現場の方でも相当気をつけてやらないと、付け入る隙を与えちゃいますよってことなんじゃないですかね。凛太郎さん、いかがですか。そうですね、まあ、学校教育っていうのは特によく囚われの聴衆という議論があるんですけれども、子どもはその過疎性といって、まあ、いろんな意見に対してですね、感じやすいですし、しかしその教室の現場から逃げられないので、ある程度やっぱり強制的な中立は必要なんですが、だからそこをどう切り捨てるかということで、あとすみません、会見のさっきの暴動で言うと、さらに面白いのがですね、あそこには出てないんですが、大阪維新とか公明党とか、はい、今回一応会見 4党と言われている人たちの支持者層、はい、支持者層で見ると党は賛成だけれども、支持者層は実は安倍政権下での改憲は反対っていう方が多いんですね、うん、だからその党と支持者層がねじれてるので、結局さえ国民投票ですから、うん、そうすると分かんないなと。なるほどね、ツイッターでね、実際偏りすぎな教師はたくさんいると言いますけど、昔に比べたらだいぶ変わってきてフラットになってきたかなっていう現場の声は聞きますけどね、どうなんでしょうか。さあ、中継がつながっています。はい、スタジオに来ていただいた久保さんのようにですね、18歳選挙権で注目された今回の選挙で、その活動が注目された学生の方々がいらっしゃいます。高校生専門のニュースサイト、青春基地というサイトがあるんですが、そこで選挙について取材などをした高校生の皆さんが集まる場所に、今回中継をつなぎました。中継先の角田さん、お願いします。はい、高校生たちが今回の選挙の学生の投票率アップをさせるために活動した場所に来ています。こちらでは番組を見ながら皆さんと一緒に政治について考えていきます。ではまず、先ほどの堀さんと谷垣幹事長の質疑応答についてなんですけども、18歳選挙権に引き下げられたこの谷垣さんの答えについて、皆さんは納得できましたか、それとも納得できなかったでしょうか。丸×でお答えください。あ、皆さん×を出されましたね。×の理由を教えてください。ちょっと少しその話している内容があやふやで、結局どっちなのみたいなところがあって今回は×にしました。どうですか。もうなんか堀さんの質問に対して谷垣幹事長がなんかいきなりコメントしたりとか言ってて、まあ、僕の勉強不足っていうのもあるかもしれないですけど、やっぱり伝わりにくいなっていうのは感じました。谷垣さん、何度もバランスバランスって言ってたと思うんですけど、バランスっていう言葉そのものがすごいあやふやであって、もっとそこら辺をあやふやにせずに具体的に言ってもらえると分かりやすかったかなって思います。皆さん曖昧な答えで分かりづらかったということになりますね。さあ、そして
もう一つ、皆さんこういった若い方たちが一体政治に何を求めているのかというのをフリップにそれぞれ書いていただきました。では皆さんフリップを上げてください。いろいろなものが出ましたが、まずこの形だけじゃなく内容もしっかりとというのは、僕の学校で、多分皆さん配られてるかと思うんですけど、選挙についてのパンフレットというか冊子を配られたんですけど、配られただけでちゃんと中身を授業とかでやってなかったんですね。でそれ多分見た人っていうのはクラスの中でほとんどいないですし、やっぱりちゃんとどういうことが書いてあるのかっていうのを伝えてほしいなっていうのがありました、やはりね、情報をもっと分かりやすくっていう意見もありますが、そういったところを求めている方が多いようですね。さあそして18歳が有権者になる意味とこう力強く書いてくださった方がいます。はい、僕たちは20歳になったら参政権、有権者になれるということで、20歳になったら大人っていう認識で育ってきた世代なんですけれども、それがいきなり今18歳がいきなり有権者になるっていうことで、はっきり言って自分たちの18歳の投票っていうのは質のいいものではないとは思うんですけど、今年生まれた今0歳の子供たちが18年後、18歳となったら参政権が、有権者になる、18歳になったら大人になるっていう意識で育っていくと思うんですね。それは今自分たちが20歳になったら大人って思っている感覚と同じだと思うので、やっぱり今自分たちが投票するっていうのは、これから先18年後20年後30年後っていう、そういう長いスパンで見た時に日本のためになるんではないかなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。さあこの後もこちらでは10代の皆さんと政治について考えていきます。こちらからは以上です。やっぱり10代の子たちから来てくるのは、やっぱりそのバランスってじゃあ何、これ難しいですよね。難しいですよね。佐々木さんどう思います。ただ田中さんと堀さんの会話を聞いてですね、はっきりしなかったなっていうのはなかなか鋭いなと思ったんですよね。そうですね。そういう意味ではですね、学生っていうか生徒もですね、谷垣さんに聞きたかったんじゃないですかね、実際はですね。いや、そうですね。いや、そういう部分を突っ込んで議論できる場が果たして本当にあるかと言われると、学校現場では先ほど言ったように先生たちもいろんなこう環境があるわけですから、そうなってくるとどこでやる、久保さんいかがですか。そうですね、そのやっぱり学校でやるっていうのは難しいってなると、やっぱりそのイベントとかに参加するとか、なんかそういう議論する場っていうのは一応あることには多分あると思うんですね。でもやっぱりそこに参加する人っていうのはやっぱりある程度意識がある人なので、その意識を作るっていう時点の問題を学校で解決してほしいっていうのは思いますね。